介護施設の虐待の告発は動画を YouTube、声の大きい優しい人、マスコミと順に提供していくと良いという切り抜けを見ました。同じような状況で動物カフェの虐待の告発を悩んでるんですが、名誉毀損なので訴えられはしないでしょうか。虐待といっても欠席防止の薬を与えない、倒産したら処分すると言われるなど、市には直結しないので、いざ裁判になったらこちらが不利になりそうです。まずは匿名でやるようにしてください。匿名でやる限りは絶対バレないので、いや、なんか、例えばツイッターに書くときとかも、そのプライベートで使ってるアカウントを使うんじゃなくて、その匿名のアカウントでやって、で、そこのなんか漫画喫茶からアクセスするとかになると、基本的にはもうどっからアクセスしたかって一時わかんないので、厳密には漫画喫茶からアクセスしたとしても、その漫画喫茶をこの日使った人はこの人ですよねっていうのは特定が、警察がやれば可能なんですけど、民事で、じゃあ、じゃあ、ツイッターを訴えました。で、ツイッターが、じゃあ、IP アドレスはこれです。で、調べたら、この漫画喫茶でしたってなったとしても、民事だと、その漫画喫茶が、この1ヶ月前に来たお客さんはこの人で、カメラの映像はこれでこういう顔ですよっていうのは出さないんですよね。警察は勝手に押収してくんで出すんですけど、いや、その民事いちいち付き合ってらんないので、いや、わかんないっすねって言って、お客さん売るようなことあんましないので、なので、適当な、漫画喫茶とかからネットにつなぐとか、あと今だと、なんか、図書館とかに Wi-Fi があったりとか、あとマクドナルドとか、なんか民間のお店とかにもフリー Wi-Fi があったりするので、で、そこでマクドナルドの入り口の横からこう外でアクセスするとかってすると、マクドナルドの中のカメラにも映んなかったりするので、なのでそんな感じで、電車便は Wi-Fi あんのかな？なので匿名でアクセスして、いろんなところに情報提供しまくるっていうのをやればいいんじゃないかなと思います。